ヤコブ・ベッケンシュタイン、ヤコブ・ベッケンシュタインは、イスラエルの物理学者。ブラックホール熱力学の創立に、また情報と重力の間の他の見方について、貢献したことで知られる。メキシコのメキシコシティ生まれ、ヘブライ大学の理論物理学の教授である。1972年に、ベッケンシュタインは、初めて、ブラックホールに対して、明確にエントロピーを持つことを提唱した。 ベッケンシュタインは、また熱力学の第二法則を、ブラックホールを含む系での、ブラックホール熱力学として定式化をした。それはまた、2年後に、スティーブン・ホーキングのホーキング副社が存在することに、対して、肯定となるものであった。プロフェッサー、ジャック・ベッカンスタイン。ワールド・カルチュラル・カウンシル。2015年8月18日、閲覧。ジェイコブ・ D。 ベッカンスタインウィナーオブルフプライズインフィジェクス20122015年8月23日閲覧2015アインシュタインプライズレシピエント2015年8月18日閲覧ありがとうございます